えー、このところあの政府統計の嘘っていうのが随分議題になっておりましてなんか100ぐらいの政府の公式的あの統計のうち、まあ、20とか30とか、えー、間違った統計になってるっていうのは発表があったりしておりますけれどもまあこれはですねだからどうしたらいいかってもう少しきちっとした統計を取るためにはなんか、うん、ものすごい間違った官僚 <laughs> ですからしぶといですからね。 えー、統計を取る人間が少ないんだっていやまた人間を増やして <laughs> 予算取ろうとしてるなと思うんですけどそれにもやっぱり引っかかる人もいてですね政府には山ほど人がいるんですよそんなことは何の問題もないんですが問題なのは当たり前なんですね政府っていうのはもともと嘘をつくとこなんですよ政府がが嘘をつくのはそれはもうどこでもそうなんです。資本主義であれ共産主義義ででああれれ共産 王政でで、ね、政ででででああれれすね共和制何でも政府は嘘をつくわけですつまり権力を持つということはですね嘘をつくっていうことであるということはもう歴史的にははっきりしてるんですよ実はそのそうじゃないとかそうであるとかいう前にですねそれじゃあもし政府は嘘つかないという人はなぜ今まで歴史的に全ての政府が嘘をついてきたということをどう解釈するかっていうことを言ってくれなきゃいけないんですね。 それで権力側ってのは必ず権力を維持するのにすごく苦労するんですよ。で、苦労するのの一番いいのは嘘つくことなんですね。苦労を避けるためには、例えば私がもうやんないがいいよ。つってる原発がそうなんですが、まあ、嘘に嘘を繰り返すわけですよ。東京電力なんか今になってもこの前あの報道がありましたよね。報告すべきなんか点検項目かなんか報告してないまあ。今でもそうなんですね。 私が原子力関係してた頃、随分嘘があって、で、僕は近くにいましたからね、こんなに嘘のあるところであったってダメだと思うぐらい嘘があるわけです。それはつまり、無理やりなんかしようとしてるわけです、どうしても。だから嘘をつかざるを得ないわけですね。今で言えば NHK みたいなものが、申し訳ないけど、嘘をいろいろついてるわけですね。例えば、まあ、あの、一つの例ですけど、まあ、他にもいっぱいありますが、えー、 織田信長と浅井長政が戦った小谷城の姉川の戦いで最後小谷城は落城するんですがその時に NHK は常に小谷城に火をつけるんですよ。小谷城は燃えてなかったんです落城する時だけど落城させた方がドラマチックなんですよねあそこにはお市の方攻め手の信長の姉でしたかねそれが嫁いでた。だからのの炎の上がるところで いかにしてお市の方を救ったか、なんつうのは。こう、小説としてはいいわけですよ。だけど、史実として。放送しているのに。紅蓮の炎が上がる。小谷城を。N. H. K. は必ず使うんです。なんで使うのっつったら。あの。映像としていいからって言うんですね。こういうのが。実は嘘なんですよ。権力側の嘘なんです。権力側の嘘っていうのはですね。 露骨ななな嘘嘘じゃいいんんでですよ言い訳ができる嘘なんですね映像が大切ですから「いやこれは史実じゃないんですよ」「史実として歴史として見てる人がいるんですか?」なんて調べることができるところで嘘つくんですね。今度ののの政府の統計の嘘もそうなんですじゃあ嘘を防ぐのは今まで社会では誰だったかっていうとですねそれは報道と学者だったんです。 それで報道と学者はそれぞれ教授とかですね、記者とか言ってですね、やや独立してたんですよ。会社と独立してる。それで一応お金とは切り離されていたわけですね。で、従ってその記者はですね、新聞記者はどちらかというと、えー、腰に手拭いをぶら下げて、メモ帳と鉛筆を持って、足で歩き回って、えー、出来事を拾ってくると。そういう感じが記者だったんですね。実は そういう記者は私が40ぐらいの時にはいました。えー、日経新聞の忘れられない記者がいます。えー、よく取材に私のところに来ました。えー、必ず真面目にメモを取っていって、そして、えー、まあなんか夜飯でも食いに行きましょうつったら必ず断りましたね。いや私は新聞記者ですから、えー、取材先から ご飯をご馳走になるわけにいけませんっつって帰りましたその記者は私の研究が駄目になる時に終わりになる時にすごくく長いい大きな記事を書いてくれましたその記者はずっと私の研究を取材しまあちゃんと取材してくれてその結果を報じてくれたわけですけども今はそんな記者は全然いませんもうワインをワインの種類を詳しく知ってる記者ばっかになりましたね 原発の事故が起こった時に福島にいた記者は四大新聞の記者と NHK の記者はみんな引き上げました東京にですねそして4ヶ月か3ヶ月経ったら福島に行きまして福島の人たちが放射線防護服を着てあの仕事してるのにびっくりして何であなた方はそんな服を着てるんですかって言ったらいや新聞とか NHK が安全だと言ってるからって安全だと言ってる人は逃げてたんですねあそういう記者になりました それ今の記者会見っていうのは記者会見からな何かこう得ようと思って記者会見してるんじゃなくて通り一遍の質問をし下を向いてパソコンで記録してるんですから人の顔を色見てやらないと記者っていうのは役割を果たせないわけです。と記者の文句とか NHK の文句を言ってるように見えますが私でもですね私の分野の学者もうこれ全然ダメになりました。 1990年代の初めにですね役に立つ研究っていうのが出てきまして役に立つ研究かどうかを審査して役にに立つ研究ななら金が出るというようよりましたその結果役に立つ研究というのは誰から見て役に立つかっていうことですからね学者がやる研究なんていうのは役に立つかどうか分かんないんですよ分かんないから学問なんで役に立つ研究というのは国の意思に沿ったものとかそういうやつなんですね 特に私なんかは、まあ、例えば環境問題の研究ってそれをやってたわけじゃないんですがそれでも環境問題でもリサイクルを推進するとか温暖化防止するとかいう国の施策に沿った研究を私がやればですねすぐ1億2億はお金を研究者が取れるんです。だけど私は政府とは考え方が違うんでそういう研究やらないわけですね。あるにに私に 言ってくれた人がいるんですよ。私を支持してくれた人なんですけどね偉い人が「武田先生温暖化防止研究っていや名前で申請したら私が金をつけます」って言ってくれた人すらいるんですよだけど私は一回そういう嘘をつくともう学者はいくらでも嘘をつけますからねだからまあやんわりお断りしましたその代わり大変な苦労をしてお金を集めましたけどもだから学者も今ダメなんですよ 本当は政府が統計を取るんではなくて学者とかそれから新聞記者が統計を取ればいいんですけど今は学者も新聞記者も政府の言うとおりやらないとダメなんですね記者クラブがあり、まあ、記者クラブっていうのは政府みたいなもんですからね、まあ、学者も役立つことを言わなきゃいけない。だからこういう社会システムをひっくり返すためにはどうしたらいいかって本当は報道が。 報道自身がもうダメなんで,で学者も駄目なんで私一回有名超有名私立大学の博士論文ドクター論文ですねそれの審査を依頼されましたで論文が送ってきて私が見たらその論文のデーその論文のデータの出どころがほとんど官報なんですよ政府統計なんですだから私はですねやんわりとその先生にちょっと申し訳ないけどもこの論文は、えー、政府統計をもとにえー いいろいろ計算ししたりしてるから私はちょっとこの論文審査はできませんなぜならば政府統計が正しいかどうかということを私が全部調べることができないからと間違った論文もしかしると間違った論文を世の中に出してしまうからって言いまして断りましたねつまり今は総崩れなんですよなんでそう崩れたかって直接的にはかん、えー、と先生とか記者がいけないんですけど官僚が全部金を握ってるっていうのはいけないんですね。 だけどもなぜそうなったかはやっぱり国民がそうさせたんでしょうね、まあ、日本国民の厳しさっていうのが権力に対する厳しさというのはないと今度みたいに政府統計のいい加減さが出てもですねそれは政府の中の人間が少ないんだな統計に関する人間が少ないんだなんていうまあやけ太り側に国民が立つと、まあ、いうことが問題だと思います。